待ちたまえ。はい。私たちですか？君たち以外に誰がいるのかね。面白い層をしているな。特に君と君だ。私とバイスさんですか？クナ、避けがたい幸。違うな。これは興味深い。ぜひとも追跡調査しなければなるまい。調査ですか？お前たちのそばに大きな闇がある。とても深く大きな闇だ。飲み込まれないよう気をつけることだな。嵐のような人でしたね。行こう。はい。ギルドにようこそ。掲示板を見たんだが、あれは依頼が入ると更新されるのか？はい、依頼によってはそれをこなすことによって関連した依頼が入ることがあります。なるほど。多くの依頼を受けるために一つ一つ仕事をこなさなければならないということか？そうですね。最初は近くの村からだけでも、皆様のご活躍が評判を呼び、遠くの村からも仕事が入るようになるかもしれません。そうか、わかった。お仕事とはいえ、遠くの知らない場所に行けるなんて素敵なことですね。新しい依頼が入りましたらどんどん更新していきますので、よろしくお願いいたします。ああ。マイスイートハニー、調子はどうだい？いつも通りですが、ゼーナスさんはいつもお元気ですね。あまり歓迎されてはいないようですね。ただの照れ隠しさ。ご冗談がお上手ですね。どうやらこれからはジェイナスさんと一緒にここを訪れない方が良さそうですね。ところでご用は何でしょう？どうやら当店で買い物をという雰囲気ではないようですが。魔物について知っていることはないか？あなたが私の依頼を受けてくださった方ですね。その交換条件ということでしょうか？どう考えるかはお前の自由だ。俺はただこの町のルールに従っているだけだ。そうですか。
アーリスタの民と会ったことはありますか？アーリスタの民というと、イリア大森林を抜けた先に居を構える森人ですね。どうやら彼らの守護する領域に魔物が現れたようなのです。よく当店をご利用になられます。なるほどな。ハンタースギルドに依頼を入れないのは彼らのせめてもの抵抗でしょう。そのようなこだわりを持ち続けてどのように役立つかは分かりませんが、差し出がましいようですが、森人が本気になっている相手だということを忘れないでください。商品を見せてくれないか？あなたはこの町の流儀に合っているかもしれませんね。売り上げにならないお礼よりも私にはよほど嬉しいお言葉です。どうぞお好きなだけご覧ください。振られましたね。なーに、勝負はこれからさ。まあ見てなって。ではお手並み拝見といきましょう。これはジェイナス様、残念ながら本日も負けのようですね。まったく、情報がお早いことで。はい、当ギルドでは常にフレッシュな情報を扱っておりますから。町周辺の魔物の情報からジェイナス様の女性への勝率まで余すところなくご提供させていただいております。今日はたまたまだよ、彼女忙しかったんだ。では次も同じ目にかけさせていただきましょう。そいつはいい手だ、俺もよく使うからな。表にかけ続ければいつかは当たるもんさ、人生も同じってね。そうでしょうか。ではあまり期待せずに見守らせていただきましょう。本日はどのようなご用件でしょうか？かしこまりました。ございましたら何なりと申し付けください。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今日もあなたの素敵な笑顔を求めてまいりました。クロエお姉ちゃん、ここに書いてあるのをください。はい、すぐに用意しますね。ではその後で二人の未来について語りませんか？これは確か棚の上に。お姉ちゃん、グラグラしてるよ。大丈夫か？俺が取ろうか？いいえ、お
お客様にそのような、もう少しですから。危ない。おっと。大丈夫か？離してください。いて。悪い悪い、そんなに柔らかいとこ掴んだかな。すいません、助けていただいたのに。いやいや、女性に軽々しく触れてしまった俺が悪いんだよ。あの商品お包みしますね。少々お待ちください。張り手なら何発でも食らいたいね。いいから気にしないでくれ。よし、買い出し終了。名残惜しいが行こうか。フィオナ、うん、またね、クロエお姉ちゃん。またのご来店お待ちしております。慣れぬ顔じゃの。ああ、紹介するわ。この町の新しい顔と看板娘。おお、この町にしばらくいるというのか。よろしく頼む。よろしくお願いします。鵜の道に迷った時はこの修練所に来るがよい。修練に打ち込めば邪念を払える気力も身につくというものよ。フレンスベルジュだ。